テトラクステトラクス姫のンは、鶴目の眼科に分類される鳥類の一種。和名の姫のンは、口実の標本を鑑定した、江本義樹によるものである。翼長、約24.2から28センチメートル、全長約43センチメートルで、のが安類では、最小の種である。オスの夏輪は、顔は、青灰色で、首が黒く、白い V 字線と首輪がある。 体の上面は茶褐色で黒色の波状藩があり、体の下面は白。オスの冬はとメスは全身茶褐色で腹部が白く黒色の波状藩がある。ヨーロッパ東部や中央アジア、シベリア西部で繁殖し、北部に生息する個体は陶器に小アジア、シリア、インド西北部にわたる。日本では名庁として1940年1月4日に、 福岡県大和郡西宮長村の麦畑に、トライした幼鳥一羽が捕獲された記録がある。白星は黒田朝礼亭に保管されたが、現況は不明。広く平坦な草原や農耕地などに生息する。繁殖期以外は群れで行動する。植生は雑食性で、主に植物や無脊椎動物を食べる。戦術のトライ時は佐脳に麦のわかめが詰まっていた。 A.B.C.D. 安倍美幸六、チントリテトラクステトラクスウリアンタリスハータートについて、福岡県史跡名称天然記念物調査報告書、第14週福岡県昭和18年、A.B. 小林圭介、現職日本鳥類図鑑保育者1956年、イギリスや長ズフ。ありがとうございます。